カツ丼とも表記され、ドミカツ丼、デミカツ丼の略称で呼ばれる。丼鉢に盛った白飯に切り分けたトンカツを乗せ、ドミグラスソースをかけたものである。カツの下に茹でたキャベツを敷いたり、脇にキャベツの千切りが添えられたりすることが多い。彩りにグリーンピースを、かずつぶ散らしたり、トッピングとして生卵を落としたりする場合もある。岡山市の料理店、あし。 野村の創業者である野村最一郎が東京のホテルでの料理修行中に考案し1931年の開業時より提供を開始した。その後、市内の大衆食堂や喫茶店、洋食店、ラーメン店なども同様の料理を提供し始め、いつしか岡山市の中心部では多くの店がメニューに掲げるようになった。 代表的な有名店は、ラーメン屋の、伊達、洋食屋の、大和、寿司屋の、森屋寿司などである。古くからの店の多くはこのタイプのカツ丼を単に、カツ丼として、メニューに記載しており、卵とじのカツ丼は、卵とじカツ丼、卵カツ丼、かつ玉丼などの名称を用いて区別している。ただし比較的近年にできた店や、岡山市中心部以外の地域では、 トミグラスソースカツ丼等の名称で提供されることが多い。公安店の味しの村は、もともと懐石料理など和食全般を扱う店であったが、現在はカツ丼専門店、カツ丼の村として営業している。トミグラスソース、デミグラスソースと呼んでいるが、本物のドミグラスが用いられる例は、ほとんどなく、店や調理者が独自のソースを作って使用している。 ソースに用いられる素材は、煮干しや鶏ガラなどの出汁、コンソメ、中華スープ、ウスターソース、トマトケチャップ、味噌、醤油など、店によって様々である。岡山市の中心部では、トミグラスソースカツ丼を提供するラーメン店が多く、ラーメンとのセットメニューとしても、定番となっている。この理由については、ラーメンの出汁が、ソースのベースとして応用できる。 この地域での大衆食として定着しており、サイドメニューとして適切であった、当時の人気ラーメン店が提供していたために、対抗して、競合他店も追随した、などの説が語られている。新潟県長岡市の洋風カツ丼、カツライスや洋風カツ丼といった類似の料理は、日本各地に存在しており、ドミグラス風のソースを用いたカツ丼は、岡山市独特のものではない。 ありがとうございます。